を作る一番簡単な方法は1、波縫い。波縫い祭りね、誰でもできます。あとはスピードの問題。受験に受かるということは針に糸を通すようなもんだが、実際に針に糸を通すことは意外と難しくはない。タンブルガード禁止って書いてあって本当にやらないやつが多すぎる。縦と横の定義が曖昧だと平干し陰干しで間違ってくる。洗濯表示を真に受けない。いいか、お前たち、人間には2種類の人間がいる。1、波縫いが好きな人間。2つ、祭り縫いが好きな人間。ちなみに私は本返し縫いが好きだ。ニットはチェームと分かっていても乾燥機にかけたくなる。音程がいくら良くてもリズム感がなければない。学校で習う守護ランキング堂々第1位はキャビネットスター。金子みすずは言いました。みんな違ってみんないい。嘘だよ。束止めもできないような人間が素手にでも受かるわけない。現役主婦リゾット福神ハイスクール。我々のゴールはカラオケで満点を取ることではない、卒業式で親を泣かせること。服を着ることにこだわっちゃいかん。正しい音階で歌って何が面白いよ。レールを外れた方が音は楽しくなる。それが音楽だ。技術とは使われて初めて便利。今日知っておいてほしかったのはハンガーは意外と足りないってこと。もみ洗い、肘洗い、腰洗い、物もらい。今口に指が2本しか入るときに落ち込む必要は全然ない。これが3本、5本、10本となっていくからな。これが私の仕事だからな。ゆっくり触ってみてください。そしたら燃え込みかどうか必ず分かるのに。できて保険タイプを軽視してる人ほど不幸になる。家庭を持つことが家庭科のゴールじゃない。人生の家庭そのものを見つけることが家庭科。私の頭は家庭科。現役主婦リゾット福神ハイスクール。